方、福岡県北九州市でも暴力団の抗争が激化し、発砲事件が相次いでいる。暴力団同士の権力争いがこうした事件を生むのであろうが、いつ何時一般市民をも巻き込むやもしれない。福岡県警は厳戒態勢の中でこの日、組長宅の家宅捜索に挑んだ。これでガサッと凶器の拳銃の摘発が捜査陣の最大目的である。組員の消息が一目でわかる。黒字は健在、赤字の名札は高知または服役中である。夜、警ら隊による特別パトロールも行われた。暴力団の動きを封じようとするものだ。特権ライブエイトじゃないか、お前ら。違うんだ。特権ライブエイトがあるわ。あ、生放送か、お前ら。頭が来た。違うよ。市民会館前237条目。当然、暴力団の車をマークする。ちょっと腕見せてもらっていいかな。駐車の後は、最近は。あれの方はやめとんじゃない。やめとんじゃ、俺、使用できたもん、あんた。上がったことないとに。ああ、バイの方。そうだ。いつ最初。俺出てきたの、正義1年半前。1年半前。どれぐらい入ってた。正義3年半。3年半。極道はやめきらんかな。仕事しきらんですね。やる気がないだけよ。さらに、暴力団の資金源となっている覚醒剤の摘発も県内各警察署で行われている。ガサ入れを妨害しようと若い刑事に襲いかかる組員。この騒ぎに乗じて容疑者が裏口から逃げた。なら、これ駅があるね。1駅、2駅、3駅って。ね、説明するぞ。で、順番にかけていく。で、3駅をかけた瞬間に青いに変わったら覚醒剤事故と。いいね。いい。うん、よくやりますね。ポイント、持ってって。はい、持ってます。3駅です。はい。はい、かっこよかったね。時間3時57分、全員逮捕。全員逮捕。よし、逮捕しても再び息を吹き返す暴力団。福岡県警の戦いは今日も続けられている。